チャタロウと猫母さんが一緒にいます。今日は10月の10日土曜日、翔太くん運動会でした。運動会終わりまして、さっき戻ってきてんですけれども、私も見に行ってなかなか面白い運動会でした。組体操すごかったですね。じゃあ太郎、少し元気になったかお前。先週土曜日病院行ってからですね、ちょっと注射打ってから少し具合が良くなりましたね。注射の効果抜群です。猫母さん、私が近づいたんで見えちゃいましたけど、君息子ちゃんと面倒見てね。なめなめしてあげてよ。分かった。デイチャ太郎はといえばこんな感じです。ちゃった早く良くなってくれ。ああ君が良くなってくれないと家の中が火が消えたように寂しいんだよ。もう少し食べて太らないとな。君な、痩せすぎだよ。痩せすぎ。お腹ぺっちゃんこじゃねえかお前。体重3キロもなかったらダメだって。4キロぐらいにならないと。分かった。じゃあだろ、分かった。分かりましたか。うん、おい何見てんだ。うん、まあ外に出られるぐらい今元気になってきた。ねえ、お母さん頼むぜ。うん、そんな怖い顔してないで、ちゃんと息子さんの面倒見てください。いいっすか。じゃーん。出た。早く元気になんないと。お前大丈夫か。うん、出た。ぺっちゃんこの茶太郎、本当に